本日、ですね、演目さっき聞きました、まず5演目、詳しく言うと細かく言うと6演目です。一人かご、そしてゼンマイと宙返りの組踊り、二人かご、刀剣梅の狂い、通称刀狂い、そして一番庭で締めくくるということでございます。皆様にご案内を申し上げます。本日まで、昨日今日とですね、交通規制が入っておりました。三五橋界隈ですね、三五橋あたりはですね、交通規制が入っておりまして、関係車両以外は通行止めと、バスとか以外は通行止めとなっておりましたので、遠回りをしていただくということになっており、もしくは歩いてきていただく、もしくはシャトルバスをご利用いただくという形になっております。なかなか駐車場を止められないという場合はシャトルバスが一番便利かなと思っております。シャトルバスは今日、明日、明後日までシャトルバスは運行しております。シャトルバスは、17時まで、同じですね、はい、17時までやっております。交通規制も17時までとなっております。まず、一人かごですね。今日の演目一番目は一人かごとなっております。ちょっとお待ちくださいね。はい、めくりも私がやらなきゃいけなかったようです。これです。間違ってました、失礼しました。風でちょっと飛んでますけど、出てますね、愛され鬼剣梅さん。はい、一番目の演目は一人かごでございます。仏音を受けた勇者の喜びの踊り、一人いかものとも呼ばれております。大地をこう踏みしめまして、四方を踏み固め、沈め固めるという、まあ、なんでしょうね、縁の行者をはじめ、そういう修行僧たちのですね、修行者たちの、この呪法というか、動作がありまして、その五穀豊穣とか悪霊退散の祈りの時にですね、足を大きく開いてこう腰を下ろすという、その変梅といいます。その変梅の方が、たくさん見られるものです。そこから剣梅になったんじゃないかという説もございます。そしてゼンマイと宙返り、ゼンマイと宙返りの組踊りでございます。ゼンマイはお盆を持って両手に持ってですね、くるくる回して、よくおじねもんだなと思います。決してセロテープやら、接着剤でつけているわけではございません。というのもたまに失敗します。たまにビョーンと飛んだりすることもあるのでお気をつけください。で、宙返り、これは太刀を持ちまして回転をしますが、太刀のこう本数が増えたり、あと口にくわえたりして、ゴロンと一回転をすると宙返りですね。アクロバティックな、演目になっております。そして二人かご、これも二人いかものとも呼ばれておりますが、二人の勇者による踊りです。まあ、八人かごにちょっと似てるんですけれども、それを二人でやるもので、刀くぐりとかですね、ちょっと独特な立ちさばきが見られます。そして、刀剣梅の狂い、通称刀狂いは大人気の演目となっております。刀剣梅に、比べるとちょっともっとこう荒々しい勇壮な感じで、なんかこう戦いをの様を表しているような、練習でもしているかのような、二人一組になって刀打ち合わせるみたいな、動作もすごくかっこいいです。そしてですね、最後に基本中の基本となっております鬼剣梅の一番には霊舞とも呼ばれております。格調高いゆったりとした踊りで締めくくるということでございます。それでは一人かご、ゼンマイ宙返り、二人かご、刀剣梅の狂い、一番庭と続けてご覧ください。愛さり鬼剣梅さんです。よろしくお願いいたします。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
you
Thank you.
ありがとうございました。もうそばに来るとはぁはぁというのが聞こえてまいります。愛さり鬼剣梅の皆様でございました。ご覧いただけましたでしょうか。一人かごの、主言者のですね、祈祷の形である変梅という、ぐっと踏みしめるという悪鬼をやっつけるというあれで、コロナ退散も、祈祷しておるわけでございます。そしてですね、一人かごを踊られた白面の松田くん28歳花嫁募集中でございますということでございました。で、湘南高校出身ということで湘南鬼剣梅部ですね。で、同じく二人かごを踊った二人もですね、二人の男の子も湘南高校を卒業されて、やはり鬼剣梅部で、どちらも20代ということで、愛され鬼剣梅さんは若手がね、結構活躍されていて羨ましいなと、昨日はごめん待ち鬼剣梅さんがですね、俺48で踊ってらって言ってまして、もうあらかんでまではいかないんですけど、アラフィフ、40代で踊るのもなかなか大変で、湘南高校のやつらはどこに行ったんだべと思ったら愛さりに来てだったんですね。まあ湘南高校愛さりにのありますのでね、やはりそちらの方が多いのかなと思われます。これからが本当にまた期待できる、人たちでございます。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。